こんにちは、ドルキンです。本日も散財小説をご覧いただきありがとうございます。ちょっとこれ本気で緊急中の緊急でただいま動画を撮っています。というのもですね、今ちょっと、空港のそば のオフィスに、出社してるんですが、今ちょっとお昼時間に一瞬抜け出してこの動画撮ってるんですが、大変なやってしまいました。今日の散財小説なんですけど、先日昨日予告した通り、多分3日連続ぐらいのつもりでそのライカエッセンス3をサンフランシスコのライフカストアに見に行った時の、Vlog を3分割ぐらいにしてお届けしようと思って、昨日とかもかなり頑張って、結構いつになく、ここ最近いつになく手間をかけて動画を編集して、公開準備もして、出社してきたんですけど、盛大にミスりました。っていうのもすごい頑張ってつけた字幕が最終的に書き出した動画に全く入ってなくて、今見たら確認で一応公開される前に念のためちょっと見ようと思って確認したら、最終編集時に最終確認したんですけど、やっぱ YouTube に上がってからも最終確認しなきゃいけなくて、でそれ見たら完全に全部字幕が抜けてまして、どういうことかっていうと、その今回字幕全編英語でこうインタビューしちゃってるんで、まあしょうがないんですけど、だからそれをちゃんと字幕入れるのがチャレンジですみたいな、こう長々と言い訳を昨日もしてたと思うんですけど、その僕の中では実は一個だけ賞賛があって、で編集も昨日の本当に時間を稼いでるように、その前置き動画で編集の時間を稼いでるように思われたかもしれませんが、実は結局全然昨日の夕方仕事終わる7時とか8時ぐらいまで全然編集には手をつけてなくて、いつも通りの編集時間プラスアルファぐらいでしか散財小説を編集する時間なかったんですけど、一個賞賛があって、それはダヴィンチに自動字幕生成機能がついたんですよね。でタイムラインの文章を全部こう自動で字幕を生成してくれる機能があって、まあ、それはもちろん翻訳はしてくれないんですけど、字幕がバーってつけてくれるんで、それをもう DeepL とかで結構機械的に翻訳しちゃえば意外と効率よく字幕つけれるんじゃないかなっていう作戦があったんで、言うほど心配してないというか、効率よく動画が編集できると思ってたんですけど、罠がやっぱり、初物には何でも罠がありますね。まず一つ目、生成された字幕は非常に正確で、かなり、どうしても音が綺麗に聞き取れてないとそれはもちろん間違えちゃうんで、修正は必要で完璧とは言えないんですけど、でもほぼほぼそこの自動生成される字幕、英語字幕はかなり良かったんですね。ただそれを DeepL に翻訳しようとした時に、一個一個の字幕が結構細かい単位で作られるんですよ。なんか結構設定も1回の字幕あたりの文字数っていうかワード数とかは設定できるんですけど、ただ結構細かい範囲っていうか短い、本当に一文一言一言の範囲で、なんですかね、本当に映画で字幕で映画見た時の本当字幕みたいな感じで、そのセリフを適切に短いフレーズごとに全部翻訳してくれる感じなんで素晴らしいんですけど、まず、DeepL に翻訳するときにあまりにも文章が短すぎて、なんかあんまり翻訳の精度が上がらないっていうのがまず1点、であとは2点目はめちゃめちゃいっぱい生成されるんで、コピペでやっててもちょっとラチが上がんなくて、なんかもうちょっといい方法、なんかその後調べたら、いや字幕ファイルに1回書き出して字幕ファイルを全部翻訳してもう1回戻すっていうやり方を、その時もちょっとすればよかったんですけど、それもいけるだろうなと思いつつも1回手動でやってみようと思って手動でコピペでやったら、やっぱり案の定大変だったっていう、なんか作られる字幕の単位が短すぎるのと、その短いことによって翻訳もうまくいかないんで、翻訳のコピペのやり取りもめんどくさいし、結局それを自分が訳さなきゃいけないっていう手間も結構入って、ということで、この iPhone のインカメラ、やっぱり案の定 iPhone のインカメラの顔がすごい赤鬼のように真っ赤になってて、もう色味があんまり、インカメ苦手なんですよね。
だからともあれ、そこの作戦があんまりうまくいかなかったっていうのが、1個で、あ、2個ぐらいは2、3個ぐらい罠があって、でもそれをなんとか乗り越えて、結構最後結局ほぼほぼ自分でなんか翻訳してるような気分にもなってきたんですけど、でもまあ調整していけたじゃんと思って、やったーと思って、なんか達成感に、まあでもあのもうなんかこう15分ぐらいのところでもう体力的に無理だと思って、そのぐらいでも第1弾はこれって言って、昨日書き出したやつを出したんですけど、なんとダヴィンチリゾルブに、そのダヴィンチで自動生成された字幕ってタイムラインのなんか字幕専用タイムラインみたいなのができるんですよね。あの単にビデオタイムラインとかオーディオタイムラインじゃなくて、新しくその字幕用タイムラインっていうのができてて、そこに字幕が、生成された字幕が全部載るようになってるんですけど、そこの字幕はなんか書き出しのデリバーページって言って、その最終的にムービーに H.265 とかに書き出すところで、字幕の焼き込みみたいな設定をチェックしてないと、あのちゃんと動画に埋め込まれないらしいです。まだ試してないんで何とも言えないんですけど、でそれを忘れたせいで、その設定をしてなかったせいで、上げた動画が、アップロードした動画には全字幕が抜けてる状態で、ちょっとそれはそれで一回出してもと思ったんですけど、あまりにもちょっとそれだとなんか全編英語で話してる状態になって、さすがにせっかくあの僕の昨日の努力は何だったんだみたいにもなっちゃうんで、ちょっと一旦すいません、この動画を今日、散財小説にさせていただいて、これも今間に合うかっていう、奇跡的にちょっと時差が、時差じゃないさ、夏時間があったんで、今これ、午後1時ぐらいに撮ってるんですけど、もう1時だったら本来東京の朝6時だったんですけど、東京じゃない、日本の朝6時だったんですけど、昨日ちょうどサマータイム、昨日一昨日かな、一昨日サマータイムになって、2時がこっちの午後2時が、そちらの日本の、朝6時になったおかげで、1時間余裕猶予ができたおかげで、今これで、動画撮って、でアップロードがちょっとどのくらいで早くできるか分かんないんですけど、アップロード間に合えばなんとか散財小説どんだけ僕も意地になってるんだって感じなんですけど、もう今日もすいません、今日はちょっと間に合いませんって言って、家に帰ってから、アップロードして今日の動画公開しようと思ったんですけど、あのふと思って、あ、お昼時間一瞬でもしかして動画を撮れば間に合うかもしれないと急に思い立ちまして、今この動画を撮っていますということで、言い訳、そう盛大な言い訳なんですけど、ともあれ字幕のチェックを忘れてしまったんで、ちょっとできませんでした。ただまあちょっとこの機会を得ていいなと思ったのは、その字幕の付け方みたいなところは、まあ何でしょうかね、作戦、事前に思ってた作戦の、まあ思った半分以上は思った通りにいったっていうか、なんか意外と英語、今後英語インタビューとかが増えてきても字幕いけるかも。だからあとは SRT という字幕ファイルに書き出して翻訳してまた戻すっていうので、さらに効率が上げれると思うんで、昨日はなんか一個一個の字幕選んでコピーして、 DeepL ってなんか専用のクライアント使うと、コピーをなんかダブルコピーみたいな感じでコマンドコピーコピーみたいになんか連打すると、なんか自動的に DeepL のアプリが立ち上がってそこで翻訳してくれるんで、字幕選んだらコピーコピーで翻訳されたやつをまた逆コピーボタンを押して、でもダヴィンチ戻してペーストするっていうのを、でも結構これ不毛な手動オペレーションを延々繰り返してしまったんで、すごいこれは効率悪いなと罪悪感に見舞われながらやってたんですけど、まあちょっとそれよりもかなりあの SRT ファイルでやればそれもかなり問題克服できる気がするんで、ちょ第2弾第3弾はもっと早くいける気もするんで、まあちょっと前には進んでるというか学習はしてるんですけど、ともあれ、まあ、そんなことがありまして、今日の散財小説は間に合わなかったということで、もうせっかく頑張ったんでちょっと字幕付きの状態で見ていただきたいなと思いましたので、ちょっとあと1日ちょっと明日やります今日のやつ明日出して、でちょっと明日以降のやつもちゃんと字幕もっと、まあでも昨日のやつは正直若干前半とかは DeepL のまんま使ってたんだけど、後半さすがにこれだとよ、あのいかにも機械翻訳すぎるなと思って、
結構手作業で修正を後ろの方からしてて、前の方はなんかやりきれなかったところもあったんで、第2回第3回はもっと字幕のクオリティも、字幕のというか翻訳のクオリティも上げれるなんていいと思ってますので、ちょっとそこら辺の成長の姿も含めて楽しんでいただければと思います。これいけてんのかな、ここがどこだかも分かってないんですけど、なんかちょっとオフィスから歩いて閑静なあたりに来てみたんですけど、なんとか一応動画撮れそうなんで、なんかね今日さっきまではめちゃめちゃ雨が降ってて豪雨だったんですよ。だからそれでも動画撮れるかなって心配してて、さらにここの道を探すまでの間は風がめちゃめちゃブワ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 吹いてて、うわこれ風切り音で無理かもとも思ったんですけど、奇跡的にここで動画撮り始めたら結構風が止んでくれたんで、ちょっと止んでるうちに撮れたんで、また話が長くなってしまってアップロードが間に合わなくなると困るんで、まあ、こんな感じでちょっと桜的なものも咲き始めてるんですよね。もう桜じゃないんですけどね、実際にはなんかアーモンドの木らしいんですけど、あ、風また吹いてきましたね。こんな感じですごい花も咲いてきましたが、でこんな感じですいませんが今日はこんな緊急の散財小説大変失礼しました。明日お楽しみにしてください。ではまた明日。